阪神がミスのオンパレードで今季ワーストの3連敗を喫した。先発藤浪が5回途中を7四死球4失点で越されると、5回1四満塁ではドラフト1位の佐藤明が上里の右前安打を後逸する痛恨のプロ初失策。矢野陽大監督52は停滞ミスを今後につなげる必要性を説いた。以下は一問一答。藤浪は厳しい投球になった、同じボールが続いているからね、修正できてないっていうところでね。前日22日も秋山が3回子先発が1イニングでも長くというところだった。もちろんもちろんここまでね、こうやって貯金作れてるのも先発が頑張ってくれていたからこそやし、昨日22日が秋山で、今日慎太郎、藤浪がこういう風になったけど、どうしても中継ぎに負担がかかってくるので、そういうところではもう一回立て直すというか、こういう後が大事になってくるんでね、調整の中でどう立て直すかっていうところだと思っています。投手のリズムが悪いと守備の集中力も、まあそれは言い訳にしかならないけどね、今日のミスなんてプロとしては恥ずかしいプレーやと思うしね。どっちも、ババのプレーにしても佐藤輝のプレーにしても、それをリズムが悪いとかそんなのを言い訳にしているようじゃあまりにもレベルが低い。佐藤明は明日以降が肝心。もちろんもちろんそれを俺も見ているし、佐藤明を見に来ている人もその姿を一つ一つ見ていると思うしね。若い選手というのはミスがあって許すという感じじゃないけど、俺もミスしてきたし、その中からどう成長したり、どう練習したり、どういう心構えで試合に臨むかというのを学んでいって成長してくれないと。そういうためのミスであれば次につながっていくと思うけど、そういうところは俺らも意識づけさせていくし、本人にもどうやってやっていくかっていうのは考えていかないと。プロだからね、やり返せるチャンスはあるんだけど。相手先発の坂本はさっきからの印象と変わったか、いやそんな変わりないけどね、流れがどうしてもね、あんだけ走者出して攻撃ってなかなかリズム作られへんかったし、まあまあそれでもバッターは打っていかなあかんっていうのはあるけど、丁寧にというかいろんな変化をつけながら投げられたかなって感じはあったけど、ボール自体が何か特別変わったって感じはしてないけどね。その中で対戦が本塁打、まあまあ完璧には捉えたとは思うんですけど、ああいう打撃を続けていけば、もちろんホームランは祐介大仙も高いところを目指していると思うし、まあでもそれよりもやっぱりランナーを置いたところでどう返すかというバッティング、甘い球を仕留めるっていうのも大事。でも相手のウィニングショットを打ったり、相手が厳しいところをどう見逃してどう自分の形に持っていってどう崩していくのかというのがバッティングだから、打てるところに投げてくれるのなんてそうそうないんだから、そういうところでは4番というのは自分で相手を引き込んで打っていくということをしないとダメだし、ある意味自分を殺す状況もないとダメだし、ああいうことばっかり、はいどうぞというボールが来るわけじゃない。そこはそういう打順なんでね、梅野とサンズが欠場、もともとちょっとどこかで体もね、もっと疲れてきているし、ずっと出ているし、どこかで休ませる方がいいというのはずっとあって、梅野も無理したらいけなくはなかったんだけど、より良い状態で明日行くというのが1年間戦う中では全員の力が重要なんで、そういうところでは一旦休んでリフレッシュ、1日であれだけどね、明日はもちろん梅野もサンズも使うけど、そういう日に当てました。